元 DeNA エスコバー、カブスと契約合意で鈴木誠也と同様に。今季まで日本プロ野球の横浜 DeNA ベイスターズでプレーしていた澤ネドウィン・エスコバーは、カブスと契約を結ぶことで合意に至ったようだ。契約条件の詳細は不明だが、エスコバー本人のインスタグラムのプロフィール欄がすでに更新されており、カブス移籍はほぼ確実と見られる。メジャー復帰が実現すれば、ダイヤモンドバックス時代の2016年以来となる。今永バウアー、石田エスコバー、どんどん出ていくな。石田は残留やろ。エスコバーいけるから、日本の一戦級リリーフ、全員いけるやん、夢あるな。カブスリリーフ終わってるから、エスコバー来てくれるのは嬉しい。エスコバーって直球しかないからな。やらないより早いけど補強という補強になるかどうか。7年もやったんか。無理やろ、日本ならストライできてもメジャーじゃ変化球ないと打たれるし、そのストレートも劣化してるんやろ。エスコバーがメジャー行けるならバウアーなら余裕だな。地味にベースの編成やばくね。未来のない野球下手クソ球団は流出しかないんやなって。うちの聖夜と仲良くやってくれな、頑張ってな。聖夜いるから仲良くやれそうやん。皆さんはエスコバー選手の移籍どう思いますか？コメント欄で今回の動画について感想を教えてください。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。